かなどうかなと思って不安だったのでもう起きてようと思って起きてますおはよう大金満優と赤津羽馬さん、えー、光るんたなとむおりんよしさん龍二すーさんおはようみんな起きてるんですねいやまあそりゃそうかもう7時か忙しいのにね朝ありがとうございます皆さんそうなんか あの起きて寝てしまわないようにあれをしました今洗濯をし始めたんですねでも洗濯をしたとしても寝てしまったらどうしようと思って配信して配信しました「エース VS さんおはよう」だけも仕事前に聞けるの最高です本当良よかったよそっか皆さん 今からね、お仕事ですもんね。ただひやののおはよう、おはよう、お,おはよう配信を聞いて、頑張りましょう。<laughs> ゆうと、花火玉、ありがとう。ゆうと、ありがとう。おはよう、ゆうと。おはよう。なんかつ、この時間の配信は泣いた、嬉しすぎる。ほんと 本当だってさ、ピアノさ、ピアノがさ、この時間に配信することはマジでないもんな。おはよう、おはよう、配信。みんな、起きて、見てくれて、ありがとうございます。まだ、ピアノは、もうちょっと頭は起きていないのですが、ちょっとずつ起こしていこうと思います。ちゃんと、あの、あれですよ。 なんだもうカーテンを開けて洗濯もして朝を朝ですちゃんと朝をちゃんと迎えておりますハチレンチさんちらおはようしゅうちゃんおはようあっつーさんあつひこさんおはようあっしゅうちゃんしゅうちゃん特急かしゅうちゃん特急おはよう 光るんの太郎と森吉さん、ひなのなら配信しながら寝そういや本当に配信しながら寝ないように気をつけますいやでも今ちょっとずつ喋ってたら起きれる起きれる起きてきましたなんかあれですね本当に配信始める前までは本当にもうまだニゃんもにゃんもして朝だなって感じだったんですけど ちょっとずつね。起きてます。ああ、そうですね。今月から今月からですか？今日からですね。今日から9月ですよ。皆さんおはよう。おはよう。うん、よろしくですね。間違えました。今月はね。9月ですね。今月は9月。今日はもう9月1日,1日です。ね、もう秋なので皆さんいっぱい。 秋ごはん秋の食べ物を食べましょうお芋とかねなんかいろいろあるからね食べようぜひ食べましょう藤井さんおはよう富士山さん,さんおはようちゅうちゃん8月2時のライブ覚えている中ツーショットェキ貴重な思い出になりましたありがとうねしゅうちゃんライブ来てくれてチェキ大事にして毎日見てね <laughs> 食欲の秋そう食欲の秋ですよ。もう食欲は大事です。ピアノは毎年サンマを食べるって決めてます。今年はでも実家じゃないので食べられるかなどうかなと思ってるんですけどサンマが食べたいです。食欲の秋ならね暑さん。そう食欲の秋ですよ。食欲の秋大事です。 秋はねあれですね夏と冬の間なので暑くもなく寒くもなくちょうどいい季節なので野良ひなのは一番好きですグランおはようございますおはようグランヤッホーおはようちューちゃんこれからもラーメンタグつぶやきますつぶやいていいねするねありがとうねおいしそうなラーメンラーメン食べたいお腹空きましたね そう起きてまだもう全然起きて起きてもう起きてないのであれですお腹空いたです <laughs> 皆さん朝ごはん食べましたか食べましょうねご飯をたかたかののおはぁ出勤行ってきますたかたかおはよういてらっしゃい気をつけていくんですよガリちゃん朝早い嬉しいんだけどガリちゃんおはよう そうなんか早起きをしたのよ私いやしたわけじゃないのしようと思ってしたわけじゃないのさなんかアラームを、まあ、8時の「おはよう」の前にアラームをかけてるんですけどいつもでもなんか今日は昨日たくさん寝たのですごい目が覚めちゃって早く起きちゃったんですねだから8時まで寝てしまわないように。 洗濯始めてでも洗濯始めただけじゃ寝ちゃいそうだったから配信しましたってことです <laughs> はやぶさあさんおはようおはよう今日もがんばろうダイキンマン花火玉ありがとうダイキンマン花火ありがとうたくやおはようたくやあたくやも花火玉ありがとうたくや ありがとう同じくめっちゃ寝た大金丸ねもうマジでたくさん寝た最高もう嬉しい私はもう嬉しいよ本当に睡眠こそ幸せピアノは食べることと寝ることがすごく好きなのでもうたくさん寝られて幸せでしたそうオフがねそうなんかもう一日もう家にいるっていうのが 本当に一ヶ月ぶりぐらいだったんですよだから嬉しかったそう <laughs> ねえねえ今月かっこいけるよかぶってるとかじゃない日もまえー、やったーガチ待ってるわ本当にかぶってるとかじゃない日も来てくれるんですかえー嬉しいいっぱい来てねありがとうね <laughs> はやぶささん えー、今はまだ夏休み中なんでおお夏休みいいないいなーたくさんね夏休み遊びましょうそう遊びましょう夏休みはいっぱい遊んでいっぱい寝て夏を満喫しましょうもう秋かでも秋を満喫しましょうゆうと花火玉ありがとうゆうとありがとうゆうときょんさんおはようおはようきょんさん 寝だめ大事だから、ね、そうですよそうですよ寝だめは大事もう皆さんたくさん寝ましょう睡眠は睡眠とご飯を食べることはマジで体を作りますうん体を作ります健康な体を作ります <laughs> そう生きることにつながります睡眠と食は大事ですそうちょっとずつね私も今目が覚めてきて 嬉しいです。嬉しいですってなんだいいことです。は <laughs> やぶささん、大学生だから今月中9月か9月中旬までは夏休みなんだよね。いいのいいな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 。夏休み夏休みはあれですね。宿題はないのですか宿題。大学生って宿題あるん ちとお仕事ですが今夜から一旦最後の旅行バス旅行を楽しんでいきますおお旅行バス旅行行ってくるのいいね気をつけて楽しんでねカッチひなのおはようおはようカッチひなこのメセカをひなのに書いてもらうにはどうしたらいいかなええー、ひなのが前にひらやちゃんのメセカを書かせてもらったんだ その時はヒダヤちゃんのファンの方がライブ持ってきライブにヒアのライブに持ってきてくれてそれ書いてまたライブ来てくれた時に渡してってこと感じにしたえー、うん多分そんな感じぐらいから多分書けるのえー、書きたいひなこの店か <laughs> たく体力つけないとバテるぞえー、そうやでやから食べ物ちゃんと食べよしっかり食べましょうマジで体力つけましょう お肉食べよ。お肉。がいちゃん、今日はたまたま朝からひなのの敵地を見せた。これは運命がマジ。マジ偉いよ。偉いよ。ちゃんと見てるの？毎日見てた。またま朝からたまたまじゃなくて毎日見ましょう。<laughs> 赤とひなのに会いたいな。赤津赤津青を会いに来て会おうよ。赤津赤つ, <laughs> つ会いたいよ。 はやぶスわさん、大学は基本く題ない。大学だと課題って言うけど、あ、ないんや。あると思ってた。じゃあ、あの、あれですね。やばい、終わってないで焦ることはないんだ。それは素晴らしい。息子ミュールさん、おはようございます。おはようございます。皆さん、おはよう。本当に、えらいね。ちゃんと朝から起きてて、えらいですよ。 今日は皆さんお仕事ですか今日は平日か今日金曜日かそうですね明日が土日でライブだから今日金曜日ですね皆さんね今週ラスト今週ラスト9月初め頑張っていこうなまだひなのが応援してますだって仕事だよねもう9月初め9月初めじゃない週 一週間終わりです、ね、頑張ろう頑張ろう頑張ろうあ大金マン天使の天使のクマちゃんありがとう大金マンありがとう天使クマちゃんクマクマクマありがとういかがたたちの卒業後にこれ即勝ちえそう多分泣けると思うスタッフさんにもうちょんお願いします行かせてくださいってお願いした 多分いけると思う。9月9日がな、あの、透明半ツアーやから、どうだろうと思ってたけど、いけると信じたい。信じてる。しょうく君、おはよう、おはよう、お久しぶり。ありがとね、見に来てくれて。モスコミュエルさん、お仕事なうので、お仕事なう、もうお仕事なうなんですね。お仕事頑張ってて、偉いです。お仕事中に見に来てくれたんですね。ありがとね。 頑張ろう。頑張ろう。ゆういちおはよう。ゆういちおはよう。ゆういち。元気かゆういち。おはよう。は <laughs> ブぶささん。 夏休み中はバイトか実家へ帰宅してる人が多いと僕は後者だけどやっぱ実家しかかったもう実家に実家実家最高本当に実家最高もうね部屋のもねでもこの前マネージャーさんにもう部屋の時間があったらみえ帰っていいよってちゃんと休んでって言われたそうだから帰れる時だったら部屋のも実家帰ろうかな帰りたいな <laughs> くまだまだ暑いから、えー、熱中症に気をつけてねねもう気をつけよう本当にもう秋なのにもう秋9月だからね秋ですけどね全然まだまだ暑いもんねしっかり水分とって頑張りましょうん気をつけましょう頑張りましょうもうがん、うん頑張りましょうでもあるけど気をつけましょうですね気をつけましょう りょうかお仕事行っっっててきます行ってらっしゃいお仕事前に見てくれてありがとうね気をつけていくんだよいってらっしゃい <laughs> <laughs> サンマ食べに実家帰るのえーサンマサンマ食べに普通になんか帰りたいな <laughs> と思って <laughs> でもサンマ食べたいなそうでもサンマはもうちょっと秋になってきてからがいいななんか秋って感じしまへんあっサンマ そうさんまは食べるのが難しいですがあの食べ方がね好きなんですよすごく大根おろしとね食べて幸せですお腹が空きましたね困るでもねもう朝ですからねなんか朝ごはんでもあとで食べようかなと思ってます 皆さん朝ごはん食べました朝ごはん食べてください。朝はごはんを朝ごはんは絶対食べるべしです。1人暮らしをしてから移動範囲が広くなったね。今年なんか1人で飛行機乗って羽田から宮崎行ったからね。あいいね旅行栗ごはんは栗ごはんあ栗ごはんも食べたい美味しそう。いいないないないいな,いいなお腹がすきますね。 サンマシオ焼きが好き。そう、サンマーはね塩焼き大好き、大好き。そう、塩焼きに隣に添えてある大根おろしにね醤油を垂らして一緒に食べるのが好きです。サンマーは秋の魚だもんね。そう、秋の魚サンマー大好き。毎年ねあの実家で食べてたので今年今年も食べたいなってき。 がみんな今年サンマ食べましょうね。がいちゃんひなの,のポニテ見てんだけど明日とかポニテだったりするよね。ガチ？えー、明日か明日明日かポニポニてかポニテポニテかんポニテポニテポニー <laughs> ちょっと発音わからないなちょっとポニか、えーかえ考えとく <laughs> どうしよっかな。 なんかね、髪飾りでね、結構決めてる。今日は。この髪飾りつけたいから、恋しよっかなーみたいな。<laughs> ええー、考えとくね。<laughs> 明日来てくれるの?。ゆみ、おはよう。ゆみ、おはよう。ゆみ、おはよう。ん?。たちよ、三月の日なの、待って。本当にたちよって書いてあったのか?。 本当だとジオって書いてやったあはっあははははちょっとねカタカナで書いてください <laughs> 難しい難しかったやのはやのはちょっとね頭が良すぎて逆に読めなかったそうだからちょっとこれからはなんかカタ,カタカナで書いてください そう,朝のそ,うそ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 うだよ大樹馬そう、まあ、朝だからさ朝だからさこれが夕方とか夜だったら起きれた起きれたのよ <laughs> そう起きれたじゃない読めたのだから今日は間違えちゃった朝だからまだ頭が働いてなかったんだそういうことです許して <laughs> しご仕事っくりのきゅうねんまた配信してありがとうお事頑張ってね気をつけていってください気をつけていってらっしゃいいってくださいじゃないいってらっしゃい間違えちゃったありがとうね見てくれてたかいまだ頭回ってないね <laughs> そう朝だからね朝だから間違えちゃったよ間違えちゃった朝だから間違えちゃったんだよ そう朝ですからね。やは朝はあまり得意ではありません。でもでも起きました。うん？でも今日は起きれました。大金は起きれた。笑わ,わらわら。えー、本当にそう。もうえー、えー？やばいね。もうちょっと頭を起こしましょう。うん。ね <laughs> みんなはもう頭回ってるんですか。すごいね。 頭回ってるんですかすごいねってすごいねうんいやーすごいよ髪飾りつけるポイントでポイント絶対ポニーかえポニー好きなんがりちゃんええー、悩んじゃうな <laughs> ポニーな一時期一時期ってか前やっとっ前前というか前の衣装の時ずっとポニーやったよな悩んじゃうな <laughs> できま今朝得意ですいやすごいよ すごいよ朝早起き偉いよ偉いよ朝朝得意になりたいでもねでもまだひなのは起きれる方なので頑張って起きてますでも本当に本当に苦手なんですよ朝が難しいいつもそういつもピアの8時の「おはよう」ボイスをやってるじゃないですかそれも最初に 起きれるかなーって、そう屋のアノ部ーサーが得意じゃないのをスタッフさんも知ってたからなんかピアノ起きれるかなーって言っていけるかなーって言ってたんだけどなんだかんだ続いてるだってセカンドワンマンの時セカンドワンマン1ヶ月前ぐらいから始めたんですねだから多分結構結構た,っ,たる立ってるはず結構続けてる気がする 今日も8時のおはようをするのでねそう <laughs> 聞いてください皆さんうんまだこれから頭の回転は徐々に回そうゆっくりねゆっくり起きていきましょうそう普段は朝朝あれなんですよ結構起きたらん何を言おうとしたんだっけ あのー、あれです <laughs> そう朝は起きたら結構急いで準備をするんですね早く準備しようみたいな感じでもうもう化粧始めてみたいなそれからだんだん目が覚めていくのですが今ね全然もう化粧もせずにゆったりと座って喋ってるから <laughs> そうまだねでも喋ってるから頭がちょっとずつ起きてきました 山県はタチウオの水揚げ量が全かたくなで書いてくれたありがとうね <laughs> ありがとうね本当にいい,いいないいないいなお魚食べたいお腹空すきました朝ラーすれば早く起きるのです朝ラ,ー朝ラーメンってことかわいいな朝ラーメンも食べたいいいないいないいなお腹空すきましたああ朝ごはん食べますあとで 何食べようかな今日はお米が食べたい気分なのでお米を食べようと思いますでも今から炊いたらまあお米が炊けるのは約1時間ぐらいですねちょっと悩みますね <laughs> どうしよっかなそうですそうよそうですだいきまうそうですよ 今月は透明版ツアーがあります。名古屋と大阪の透明半があります。透明半がぜひ皆さん来てください。透明半ツアー名古屋大阪行きます。そう10月2日が透明版ツアーのラストで1周年ライブでレニーでやるんですけど、名古屋と大阪がね9月にあるので。 皆ささん是非よかったら来てくださいそう透明版もあるしまあライブもね土日とか出演させていただいたりとかねいろいろ盛りだくさんなのでぜひぜひ来てくださいそうえ透明版でももうもうもう今月てか名古屋なんかもうだって2週間切ったよなやばい緊張してきたなんか <laughs> でまだうちら瀬取りとか何にも見あの送られてきてなくてどんな風になるのかまだうちらもまだワクワク大ちゃんそろそろ駅に向かわなければありがとね見てくれた朝の忙しい時間に気をつけて行ってきてねいってらっしゃいジェイナさん初見で初見ですか本当に初見なさんかなそんなのかえー、違うくない いやそうなのかなうんうおはよ <laughs> 宿敵今日届いてたらいいな。あれまだ届いてない。あそっか。ちょっとまだもうちょっとかなそっか。すまんねやもんな。ちょい遠いんか。<laughs> 名古屋もう一週間です。あれ一週間あれれれれ。あそっか。この前のあの何やったっけあの何やったっけ定期公演の時にあと残り12日ですみたいなやつってもう一週間経ったんか。早いな。 やばもう一週間かええー、ドキドキよガチかえガチか1週間もう,うわわやばいなやばいなドキドキだなええー、楽しみこっからねあのー、リハとかも張ってくるんでちょっとバタバタになるけど頑張りますぜひぜひ名古屋来てくださる方 楽うん本当にそうまだねぜひあの行くか悩んでるよとか行くの決めてないよって方ぜひぜひあの絶対絶対にね最高のねツアーにするのでそう決めせる初のねツアーなのでぜひ来てください。 今日9月1日で9月9日だけね。いやー、早いよ。やばいな。やばいな。やばいな。やばい。やばいな。ガチか。9月1日か。やばいな。ドキドキや。赤チシャオルンもあったらツイート見よう。おなんかツイートしてくれたん見に行くわな。 うんえ一週間か。一週間。えガチなんか、早くないなんか、えやば。やばいね。もう今頭がやばいで埋め尽くされてる。やばい。あと一週間。ひい。<laughs> 今回は、名古屋行ったら、 手羽先食べたいあと味噌煮込みうどんも食べたいあと天むすも食べたいなこの前はね味噌カツを食べこの前の名古屋エーの時に味噌カツをね食べたんですけど手羽先とかね他のものは食べられなかったので今回のね名古屋はしかも泊まりなんですよ次の日に名古屋でねあのー。 イベントライ,ライブかなライブさせていただくので9月 9, 9月10日と2日間名古屋なのでお泊まりなのでたくさんの名古屋名古屋飯を食べられるかなと思って楽しみです膝と体調体調と膝無理しないように頑張ってねありがとうありがとうねそう最近ね本当にね膝のね調子がねあまりよくないのですがうん気をつけます。 体調もでもすごくね昨日ゆっくり寝て休めたので今日ちょっと元気になりましたうん <laughs> ありがとうね心配してくれて皆さんも体調気をつけてくださいそうまだまだね暑いしね無理ダメだめだ無理しちゃだめです元気が一番なのでねういろうあういもいいねウイロも好き そう名古屋はねおいしいものがたくさんあるのでたくさん食べたいです <laughs> 名古屋飯おかなんかあったかなそんなもんかなあれかなんか台湾ラーメンとかまたっけなんかちゃっけ分 <laughs> からんけど <laughs> いやいいな味噌煮込みうどん食べたいな山本屋の味噌煮込みうどんがおいしいんですよそう私はね三重県民なので三重県出身なので 名古屋もね結構ね行ってたんですけどそう山本屋の味噌煮込みうどんが美味しくてあれはもうみんな絶対にお米も頼んで食べるのがいいんですよすごく美味しいひつまぶしそうそうそうそれそれ食べたいひつまぶしですひつまぶし大好き名古屋のね名古屋というか三重県もなんですけどそう関西のね関西というか ななんんんかかかか関西かななんかからんけどこっち側今,今さラジオやからこっち側って今一生懸命手で表しても絶対伝わらへんよな西日本側というかなんかは結構うなぎパリパリじゃないですか東京のうな,ぎうなぎ食べたことなんですけどふわふわらしくてねそうパパリパリのううななぎが食べたいですねそうなんかうなぎってさ食べたい時疲れてるらしいでみんな。 だから使えてるときはねそううなぎは元気が出る食べ物なのでたくさん食べましょうそう食べたいなうなぎあれあったじゃないですか土曜の丑の日毎年ね家族でうなぎ食べに行ってたんですけどそう今年はね東京に行ったのでそう食べられなかったんでうなぎ食べたいです山本屋の味噌煮込み料美味しいよねねえねえ美味しいよー あ、おうどんいいですねおうどん食べたくなってきましたいいな味噌煮込みの食べたい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 、ね、今年こ今回の名古屋屋にはたくさん食べました名古屋飯小倉トーストもおいしようね確かに小倉トーストも大好き大好き大好きそうこの前ねあのねそう名古屋に行った時に朝にね時間があったんでコメダにねメンバーと行ったんですけど選べるじゃないですかひなのは小倉にしました やっぱりね小倉が一番好きそう米田に行きましたそう東京にも米田あるやんでもやっとなんかやけどなんかなんか違う気がする <laughs> じゃあ違うねやろうけどなんか違う気がするそう三重県にいる時は高校生の時はかなはめっちゃ友達とね米田に行ってたんですごい 好きでした。コメダはそう朝の,そのパンはもちろんなんですけどあのグラタンが部屋のは好きです。美味しいんですよ。あとホットサンドみたいな。チキンの網焼きチキンホットサンドみたいな。それがその2つが好き。美味しいんですよ。すごく美味しいんです。だから皆さんぜひコメダに行った際はぜひぜひ。是非是非 食べてみてください。坂道アイドルファンさん、初見さんおはよう。おはよう。初見さん、見に来てくれてありがとう。美人で可愛い声可愛いえー。本当にやった。<laughs> ありがとう。嬉しい。やった。やった。やった。ありがとうね。ぜひぜひ。今日から部屋のこと好きになってください。ありがとう。おはよう。 違いが分かる女のダヒなの人かるんたらの手紙もありました。そう、違いが分かる女のダヒなの,あの、なんか違いはないんかもしれへんで、ね、でも、分からんけど、なんか、違う気持ちいい、<laughs> 気分的に的な、そう、すごい好きなんですよ、米だお気に入りあれ。あれが好きです。あのー、なめ菓子みたいな、あれも好き、おいしい。 食べ意外と食べ物も美味しいよね、デスピックさんそう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 、美味しいのよ美味しいのよそうなのよそうなのよそうなのよ美味しいんで大好きなんですよそうあとピアノはあんまり食べたことないんですけどあれも美味しいって聞くような何っけなんか卵チーズトーストみたいな なんかわからんけどコメダのやつん？食べたことあるんかななんかなちょっとあんまりよくわかるけどでも美味しいってこなんか聞いたんですよ誰やったかなルイやったかなちょっとあんま記憶ないけどそう美味しいって聞いたそれも美味しいらしいで売りっ子やってウインクやって売りっ子ですか得意分野 <laughs> 得意分野めっちゃ得意分野そう今日はねまだねもうドスッピンで寝起き顔なので ラジオなんですけど、今度配信する時は多分顔映ってるんで、その時やるね。じゃあ。抱 <laughs> きもお仕事行ってきます。行ってらっしゃい。気をつけてね。行ってらっしゃい。ありがとうね。抱きましから行ってらっしゃい。チロノワールああ、そのロンダ白白白ワール好きえめっちゃ好き。白ノワール、チロノワールは美味しい。すごく甘くて好きです。 電車内で優先イヤホン装備おいいねありがとうね聞いてくれていやあのもう優先派イヤホンはなんかあの優、ー、先じゃないなイヤホンもなつけたことあるんやけどあれなんですよめっちゃ耳から落としちゃってどこ行ったかわかんなくなっちゃうのですぐにだから優先じゃないと使えない優先 優先派でフフ <laughs> ッ。びっこしてもかわいい、ウィンクしてもかわいい、乃木坂46、ひなさ坂4ひなた坂46さん、京急坂46さん、桜坂さん,坂さんアイドルグループ、愛してるぐらい大好きです、愛してます。メンバーみんな愛してるぐらい大好きです、愛してます。いいねいいね、いいね、いいね。ぜひぜひひななのことも愛してください。ありがとうね。なくしちゃうんでしょうえ、なんかくしてはしんねんけど、何回も落とすの で無くしそうになるから嫌なんよななんかねあのー、耳から落っこちひんだらいいんやろうけど部屋の,の耳からめっちちゃ落ちてくんよそうめっちゃこうやって一生懸命あの耳の奥にガンガンガンって詰め込んでもうすぐ落っこちてっからそうそうなんですそうなんです多分もうちょっとちっちゃかったら すっぽりはまるかもなんけど多分ねピアノの耳の形に合ってなかったんだと思います <laughs> だから優先の方がお気に入りガイちゃんピアノ気が合うじゃん好きになったらどうしようあれえ好きになったらどうしようなの好きじゃなかったんですかまだあれ好きって言ってたのに好きじゃなかったのかちょっとよく分かんないよそれなんでなんでだよ <laughs> なんか初訪問の方がたくさん来てくださってますねありがとうね見に来てくれてありがとうございますおはよう皆さんおはようございます君とセレンディピティの野田ひなのです野田ひなのです今日は早起きしましたでまだ顔がメイクもしてなくて寝起き顔なのでラジオです この後朝8時にねツイッターでおはようボイスをね載せるのでそれより起きてます <laughs> 寝てしまわないように配信してます黒犬さんおはようおはよう黒犬さんおはようみんなおはようみんなねお仕事前だと思うんですけどね配信見に来てくれてありがとうねおはようみんなそうもうお仕事向かってるよって方とかぜひ気をつけて行ってくるんだよ 気をつけてねメイクアイシーはしないのえー、アノはメイクが得意じゃないのでしないです <laughs> しないなピアノはメイクは得意じゃありませんいつも何とか必死にやってる感じなのでマジで本当に参考にならんと思うピアノのメイク配信はそういつもねメンバーにねちょっとここ直しいとかこれこっちのがいいと思うよとかで何とかやってもらってるそう本当に そう好きなんやけどねメイク苦手上手に苦手というか上手にできへん不器用さんなのさそうドラヒアノはね不器用ちゃんなのでいつもなんとか生きてます45分ぐらいになったら配信終わろうかなおはようボイスいつも仕事を最寄り駅に着くぐらいに投稿されるから最近は大体聞いてモチち上げてるえらいよ聞いて 聞いて偉いよ。前までねあんまりね聞いてくれてなかったもんね。<laughs> ちゃんと聞いてくれて偉いです。偉いよ。まつげ上げてこ。そう皆さんもぜひぜひ毎朝ね朝8時にねあのツイッターにねおはようボイス載せてるのでよかったら初めてみあのこの配信見たよって方もぜひぜひ私のツイッターをフォローして。 あの、おはようボイス聞いてくださると嬉しいです。えっと、三重アンダーバー、ひなのエイトっていうアカウントですね。書いとこ、おはよう。マーク今一生懸命、あれに書いてる、なんだっけ。 あ,のあれに書きました。なんだこれは。テロップテロップテロップ。おはよう、Twitter、アットマーク、みえ、アンダーバー、ひなのエイトこのアカウントでやってるので、皆さんよかったらぜひ見てください。そうそう、たくや、ひかなたんたんたん、もさん、テロップテロップ、教えてくれてありがとう。そう、テロップに書きました。みえ、アンダーバー、ひなのエイトと。というアカウントで、Twitter もインスタも両方やってるので。 初めて見たよって方もよかったらフォローしてね朝のこのね忙しい時にね時間にね見に来てくれてありがとねみんなほらだってもう162、ね、人のね方が見てくださってるありがたいですねありがとね朝なのに皆さん朝ごはん食べてえーピアの配信を見て元気を出してお仕事に向かいましょう偉いです そう,いうのも今ねあの洗濯機を回しているので配信が終わったら洗濯物を干して8時になったらおはようボイスを乗せて今日一日頑張ろうと思いますランキング,あランキング45分になったら読むね45分になったらランキング読んで配信を終わろうと思いますそう まちょうど洗濯物が終わりましたね。やっぱりじゃあちょっとランキングを読もうと思います <laughs>。ちょうど洗濯物が終わったので、ランキングを読んで配信を終わろうと思います。めっちゃさっき45分までやるよ。とか言いながらちょっと終わる。終わる女になっちゃった <laughs>。ごめんね。じゃ、ランキング読んでいきたいと思います。13位ペン。シ むむたんたんみーたん、天使虫しむたんたんみーたんさん、ありがとうございます。十二位、にゃんばくさん、ありがとうございます。十一位、たかたか、ありがとうございます。十0位、ムラーさん、ありがとうございます。九位、カッチー、ありがとうございます。八位、グランありがとうございます。七位、 は連れちさん、ありがとうございます。6位富士いさん、ありがとうございます。5位しゅうちゃん、ありがとうございます。4位たくや、ありがとうございます。3位ゆうと、ありがとうございます。2位がりちゃん、ありがとうございます。そして1位ダイキンマンありがとうございます。ありがとね、みんな見てくれて。 じゃあね、今日も一日頑張っていきましょういってらっしゃーい <laughs> じゃあね8時になったらツイッターにおはようボイスあげるのでみんなよかったら聞いてくださーい見てくれてありがとうねお仕事気をつけていってらっしゃいじゃあ頑張れいってらっしゃい気をつけてねバイ